はい佐々木徹ですえ本日はですね1月の29日ですね月曜日東京時間動画の方を作成しておりますえもう月末ですねはいということで今日はですねま奴、あ、隷の方をねチャートの方を出しているんですけれどもまあ、簡単に奴隷の状況の方だけですねまあ、公開の動画でやっておければなというふうに思って作成をしておりますということで でドル円の方は大きな節目であった110円ですね。あっさり割ってきました。まあ、スコーンと抜けたということで、特に何かあの反応があるというわけでもなく、スルスルと落ちていったというような状態になってますね。で、まあ、今後どうなるんでしょうかということなんですけれども、一応状況の方だけおさらいをしておきますとですね。 えー、奴隷の方はちょっと以前の、あのー、記事の方でね、書いたんですけれども、これはあですね、大衆、森林の大衆って誰っていうことで書いた記事がありましてですね、まあリンクの方は、えー、貼っておきますね。で、そこで、これがですね、もう12月の後半ぐらいの、あのー、タイミングだったんですけれども、まあその段階ではまだまだ円が買われるタイミングに来てるっていうことで、まあドル円で言うと逆に、あのー、まあ USDJPY で行くと円の方が買われるということで、まあこちら落ちるっていうようなね、可能性がありますねということで、 でその後どうなったかっていうと、奴隷の方はガラガラと崩れて落ちていきましたということで、まあ、110円でもとどまらず、ですね、えー、さらに下に落ちていったということで、まあ、今、108円台に来ているというような状態ですね。でで、えー、テクニカルのの方を見るととほぼですね今のところ 一旦の、まああのー、下落はつけた感はあるもののですね、えー、これがテクニカルの方ですねあの、Facebook の方に1月18日に投稿してたものになりますけれども、そのタイミングで111.395ということでね、えー、一つパターンの方をつけてましたということで、まあ、ここからガラ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 と崩れていってい、えー、きましたというタイミングですよね。なので それが111.27のポイントだったので、ほぼこのポイントって感じですよね。 はいの方でまあハーモニックの方が1個完成をしましてそれでガラガラガラと崩れていったとでまあ現状としてはですねさらに大きなハーモニックの方が完成をしています109.134ですかね108.510 10ぐらいで1つ完成をしてて今あ今一旦はですねあの軽く戻しが出てもおかしくはないポイントに来ているというところですねというのもねあのさっき紹介したブログの記事で出したこの大衆レシオなんですけれどもまあこの数値がちょっと今 節目に来てまして、ですねあのちょっとドル円の方うが少し反発をする可能性があるというところには一応来ているということですよね。軽く、軽くね、戻すかもしれないというところに来てますというところでございました。そういういのがあってですねちょっと 現状でさらに突っ込んでドル円を売りに行くのはしんどい状況にはなってはいますけれどもなってはいますけれども、まあ、繰り返しになりますけれどもねあの,他の通貨に関していくともうすでに先に行ってです、ね、ドルを売っているという状態になってますので。 えまあまあ、あのそんなに長く、ね、あの安心してドルを買いに行ける状態ではないというのはもちろんのことながらあとはいいものの,、ね、あのドル円は一時的に、えー、ちょこっと、ね、あのこれぐらいの戻しを入れる可能性は出てきているのかなというポイントでございました、はい、ではここからご案内になります、えー、この実践トレーディングカレッジの方でうで、えー、次をカバーするんですけれども、えー、こちらの方はです、ね、もういっぱいいっぱいレクチャーが届きます。 土曜日、日曜日にですね、レポート2本来、うん、まして、で日曜日から月曜日にかけてですね、まあ、私が今作っているような動画、まあ、大体これが3本から4本ぐらいですね、ぐらい届いてきますということで、さらに水曜日にはクリプト通信というですね、あの暗号通貨のやつが届きますということ、さらにですね、毎日モーニングコメ,メンタリーということで、えーとですねまあ、大体5分か10分ぐらいで読めるようなコメンタリーっていうのがですね、あの共同講師の吉高講師の方から、あ午前、えー、大体5時とか6時とか、 とかぐらいに届きますということで、まあ、さらにですねあの過去に作ったですねレクチャーですよね6ヶ月レッスンパックというパックであるとか、まあ、これはあの原油ですねあとゴールド為替 FX えもう全部ですすねあのカバーをしていま,すまあこれだけでもですね相当な価値がありますのでまあさらに FX インサイダーというコースもつけばですねまあ何でもつくということでとても豪華なコースになっておりますのであの今日からねえ使えるコース今日からあもうあのポイントを絞ってねやっていけるというコースになりますのであのもちろんね自分なりに分析をしてマーケットに臨むというのも大切なことである一方で,ですねまあ他のコ他の 運用している人間がね、どういう風なポイントに目をつけて、どういう風なところで考えてトリガーを引いていくのかというようなところを参考にしたいという方はですね、ぜひぜひこちらのコースの方でお待ちをしております。はい、ということで今日はちょっとイントロダクションとしてね、ドル円の部分をカバーをするということをしてみました。はい、ありがとうございます。